秩父鉄道車両公園はかつて埼玉県秩父市の秩父鉄道三部口駅構内にあった鉄道公園である。秩父鉄道創立90周年事業として建設され1989年3月17日に開園した。なお、秩父鉄道側の案内や看板などでは鉄道車両公園とされていた。創立120周年となる2019年4月に 一旦の閉園とリニューアル計画が発表され、2020年下季に SL 転車大公園として再開した。SL 転車大公園は、旧鉄道車両公園の敷地の大半を、ら地化した上で再整備したもので、2020年7月23日に一般開放され、8月1日にプレオープン記念イベントが行われた。入園は無料である。三部口駅とは、 線路群を挟んで対面しており、公園の出入り口は、三部口駅東側の踏切を渡るとすぐにある。旧鉄道車両公園と同様に、資金で SL パレオエクスプレスを牽引する蒸気機関車 C58363 の転車台を用いた木回しを見学することができる。敷地の大半は、芝生が敷かれ、転車台の周辺に見学用のベンチがあるほか、新たに、 数種の木が植樹された。イベント用のさらちも用意されている。三分口駅構内の引き込み線跡地の一部を転用して、秩父鉄道で過去に使用された車両を展示していた。また、園内には桜の木が植えられており、春の季節には花が咲いた。旧公園に入場するルートは現在と異なり、駅からしばらく西へ歩き、引き上げ線にある警報器 遮断機のない踏切を渡り、さらに砂利道を東へ歩く必要があった。車両はすべて生体保存で、東西二組の展示用線路に並べられており、東側には主に電気機関車や電車、西側に火車が展示されていた。屋根や壁はなく、すべて雨ざらしであった。当初、すべての車両に立ち入ることができたが、機関車と電車は痛みが激しく、 段階的に立ち入りが制限され、晩年は周囲が立ち入り禁止となり、近づくこともできなくなった。下社は最後まで立ち入りができたが、秩父鉄道は2019年4月に、鉄道車両公園について、同年5月より SL 関連設備の充実を図るとともに、公園内の環境整備を含むリニューアルを行うことを発表、リニューアルにあたり、 老朽化が進み安全の確保が難しくなった展示車両は部品等の一部保存や写真等による資料化の後5月から7月にかけて全て解体撤去された。以下、西から順に記す。ありがとうございます。